しい。あ、ちっちゃい。でかくするか。ゲームをでかくすればいいのに。ないのかよ、そういうの。いや、あのミュージック。あ、いやいや。音量みたいな。こっちで上げた方がいい。これが何？剣士。これは盗賊で、これは魔法使いか。まあ最初これなんかな。俺っぽくパープキャラでいくか。男だしね。男、女の。じゃあこれ緑で。敵は叩き伏せる。すげえ豪華ボイスだな。全然わからん。梅原雄一郎、ザボス純一。これなんだっけ、中村雄一って。中村雄一ちゃうの。中村雄一しかわからん。最後の人はわかんねえけど豪華ボイスだな。そうなのか、うん、前が言うな。私が知ってるぐらいだから相当豪華でしょ。女性声優も豪華なんだろうな、ここまで来ると。見たことない。これはね、2000円で買えます。あ、かわいいこの子。めっちゃゆっくり動かれた。ロックマンエグゼの新作みたいなのね。エグゼそんな話だっけ。全然違うけど、イラストだけ見る。なんかキャラクターデザインした人同じかな。違うかな。エグゼの絵かわいいよね。でもすげえこのアドバンス感やばいね。何パンそれ。唐揚げパン。ドラグニールじゃん。何それ。ブレスオブファイヤーの竜の村。ああ、だいたい滅ぼされる。竜と滅ぼされただけだけど。すごいこれ、全員分のグラがあるってこと。これすごいね。本当にアドバンスっぽいね。もともとアドバンスで作ってなかった。スワベって君でも知ってるやついたよな。 あのあれスペースダンディの人だったけど。あー、ダッシュはないの。俺が遅いだけ。60分の。あ、これかありました。
あ、俺はそういうキャラなの。タンクっぽい。ああ、これか、タゲが見えんのか。いて。俺弱くない？こう。わお。これ何ですか？あ、これ。もう一回やったら解除か。勝手に出ちゃうの？いや、あの、ため切ったら遅い。タスさんイライラしないで。壊して、壊すタイプじゃなかった。あ、なるほど。カメラ固定、ああなるほど。スティックでこう触れたときになんないよ。ちょっと待て、これ意味なくね。こっちやね。じゃあ、じゃあ、行く、いいんじゃない。いや、こうでいいのか。カメラ気持ち悪いな。これできた。そういうことだったのか。ちょっと違ったけど。空中攻撃もん。さあ、忘れてた。ダッシュ忘れるんだ。あ、だ、ああそうか、なくなっちゃうのか。なんすか。押しのけよって。俺しかできないこと。これなんだ、アンチだと思ったのに。君はアドバンス持ってた？持ってたよ。ミクロは持ってるって言ってたけど、そのあーカダ重いからか。俺は関係ない気するけど、他のキャラクターはいけるけど。ぶっ飛べっちゃいん。わお。これ各キャラ多分俺しかタックルできないだろ。そしてこれ、あのなんか魔法使いとかだからできそうにないようにする。うん、こんなんできないでしょ。魔法使いはなんか押す魔法とかありそうだけど。俺にちょっとちょうだいって言ってたツキミパニーニ食っちまいし、全部ひどいよ。食べる？もうツキミの部分のツキミ全部なくなっちゃったけど。うまい。まあ、肉の部分食ってなくね。欲しいに決まってるだろ、そんな。一瞬で死んだ。バーサークでやってるよ俺。別にバーサークしたことによるなんかいやペナルティーみたいなのあんまりない、ね、だから防御力が下がるって言って言う。それしかないですね。下の上のゲージは下がってるっちゅうに、徐々になくなってるっちゅうに。上のゲージ？体力の下は。何？わお。仲間に喜ばれそう。俺は4人でできるの？これ4人できます。
だからちょっと安めなんだよ。あの別にこいつ使いたくないわと思ったら買わなきゃいいし。うーん、剣士と多分この剣士とこいつ、あの女剣士とこいつと、うん、まあ盗賊と魔法使いセット、それぞれ2000円です。2キャラ、2キャラ買いだね。あー言ってた。What the fuck? オフラインでは4人できないってこと？もちろん。ただまあ、あの通信とか2台あれば。オフラインじゃ無理だね、これ。書いてた、そうやって。挟まりませんでした。昔こういうアクションゲーム好きだったな。今好きじゃない。うわ好き好き。ただあのえ何回もこのモンスター倒すんですかみたいな風潮があるから最近こういう。かっこいい、なんだそいつ。トカビトって言われてるぞ。かっこいいな、それ。わっ痛いよ。おっさあーわお聞いてないこれ。消えた。あやめろ。やめろそれ。これクソ枠だから買っとこ。別にクールタイムとかないんだ、サーサー感に。何それ。あ、違う、それか。かっこいいじゃん。俺絶対役に立つよ、このゲームで。これがあるんだ、これじゃない、これじゃない、これがあるんだもんだって。みんなこれでもオンラインありそうだよね、ないの？いや、オンラインもある。オフラインコープもあるし、オフラインってかフレンドとか集わないやつ。ノラとかないの？ノラある、ある。あ、いや、いや、あると、あるはずなんだけどな。肉の部分食いなよ、君。結局食ってなくね。食った。食った？食ってたし。さらにこれから、あの、課金キャラが増えるってこと？え、増えんのかな？ 4 人じゃないのかな？めっちゃアドバンスっぽいな、何これ。震えてんじゃん。ゴブリン、こんなキャラのゴブリン初めて見た俺。めちゃくちゃ可愛いな、この
コブリン殺しちゃったの？殺したよ。ゴブリンスレイヤーじゃん。見てねえからわかんねえ。ゴブリン殺しただけ？あの声優の中にゴブリンスレイヤーの人がいた。いやごつすぎるだろこの人。あ、そうなの。いいやつじゃん。いいな、頭か硬いクソでかい鳥乗せてんの。そういうのいいよね。嫌いじゃないよこの世界観。なんだよ、復讐のためにそいつのために働けってか。いたん。設定、ああなるほどね。そんなこともあんの。ってことは使い回されるってことが結構で、結構なクエストを。大変だ。でけえ。息子でっけえ。めちゃめちゃ喋れんじゃん。クリ来ちゃった。シーカビレッジ。こっちには何もないんだろうな。あれトラップだったじゃん。あぶねえ。待てい。ああそう打つのね。なんかさっき手に入ってたよ。今は装備できないのかな。やった、おにぎりだ。勇者山田くんみたいなおにぎりやった。わーお、逆なった。ずーっと反対って言うけど、いいの？本当よ。長い。お別れのようだ。お別れの時は来た。だってあと23分しかないんだから、とっとと行くべきだと思うけど。こっちから行けたの？混乱したぞ。
なんだあれ。やっと終わった。関係なかったっぽい。早く戻れ。これの方が早い、もしかして。22分しかねえぞ。大丈夫っしょ。子供が食われそうだってのに悠長だな。ババア行け。ババアは目が見えないんだよ。おい、今朝ミス。キャラによってジャンプ力違うとかあんのかしら。こいつでもジャンプ力低そうだよね。まあ見た目はね。あ、これで気になる。なんか何でもないんか。気になるみ。スタンドウェイがすげえ簡単。すげえ使いやすいこいつ。強いかどうかしらんけど。守るみたいなやつ全然使ってないじゃん。だって動けないんだもん俺。味方用だよこれ。あとはボス専用かな。もう回復もちょっとある。明らかに来るぜみたいな時はそれで守れんのかもしれん。痛いっす。意外と体力あった。進め進め物とも。バーサクでいけ。うまい。ツワコ。おっせ、硬直が長えよお前。ビビるぐらい長い。なんだお前。ないか。なんですか。ああ、なんか攻撃は上がりました。上のが欲しいよ。なんでそのダメージが低いんだよ。クリヒトじゃないからか。その間さっきの台車使ったの登れそうじゃん。そうね。なんかマップ見たら左側ずっとついてるからさ。わっ、やめろお前それ。これスマブラやったらこっちだぞ。これ判定でかーみたいな。あーやっぱそっか。やめろ急に。飛べ。強いながらぶっ飛べもできんの。めっちゃ飛んでっちゃったんだけど。めっちゃ飛んでっちゃったぞ。速
そこまでじゃない。え、消えちゃったぞ。あれ消えちゃったぞ。画面外に消えたらってことだ。オフラインだから。戻ってみよう。あった。戻ってた。こっち？おい。急いでー。なんか音聞こえなくなったけど。消えたよなこれ絶対。分かったこれ乗れって話か。あ、すいませんね気づかず。いやでもそんな硬直ないぞ。うーん、なんだ俺じゃ無理なのかこれ。そんなバカな一人じゃ無理なのか。無理だこれ無理だ。素早さが上がるやつとかないの。なんかそんなのない。とりあえず進んじまえば。そうだよ進んじまおう。ここの枝に乗れそうだったりな。なんかこれ止まりそうなのにな。そしてね、なんか取れそうなものが取れないときの悔しさを。まあどうせ大したもんじゃねえよ。危ないそれは。何が使えるって何が使えないのかよく分かんないから。物が多いに越したことはないと思うけど。それにしてもマップでけえな。いつになったらあのオーガなんちゃらが出てくるんだ。パパと息子いつになったら会えるおい。なんじゃ意外タフ。いてぇ急に。お前急に出てきた。クソだこ。はい、えおー、あー危ない。はい、アメックするから、はい、あ割に合わない。うわ、それは無理だろ。なんだよその軌道はよ。はいはい、ザコせー、こうせ、せいいか。これでこうやるの。ん、どうやって俺を立てよう。ん、どうやって立てよう。わお、ほい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 。あぶねえ。このキャラ火力なさそう。こんな遅いのかなみんな。このキャラ、このキャラ手が少ないからってこと。うん、これは早い。じゃあこれは早いんだよあれ。これは早いんだよこれ。着地工場ないからこのゲーム。これは早い。では長いが着地工場が長い。わー。何あんた。見たことないやつ出てきた。セイザンフライヤーだって。
弱え。先より圧倒的じゃん。だってレベルが低いもん。あいつなんでもなかった。来た。ああ、結局食べられちゃったぞ。お金。うるさい。おい、消えちゃったぞ。おい、こっち行きたいんだよ。無様だな。鳴らすんな。いた。痛いよ。ないっすよ。少ない？これ。うわーはは。きつくないこれ。いた。ちょっと溜めてるときは無理やろ。かてえな。おい、きつくないこれ。あー、なぜダッシュが出ない。そでは出てはいたのか。わお、すげえ。かっちょっと、ダッシュテストぶっ飛べのことだったの。命大事に。それずるくない？が離ればいいんだよ普通に。あれ、あれ、2回殴れたんだけど。どんどん貪欲になってきた。回復アイテムないよ俺。地味だな回復。ナイス。使っちゃいました。これ味方いたら超強いじゃん俺。これこんな便利キャラいますかね、俺みたいな便利キャラ。一人ではあんまり痛くないタイプなんだ。マジか、オンラインやるか。人がいるうち。一人は勝手な行動しよう、しそう。俺のスプラトゥーンの動きを見たろ。あの味方をいたわる動き。違くて仲間野良でやったらさ、このゲームでもそのお前どこ行くんだよボス戦中にみたいに。あ、誰かが。うん、そんなやついる？ボス戦中にどっか行くやついやいやいや、めっちゃオガプリンスト下がってますよみたいなあるだろう。あいつ宝箱取ってるぞなんかみたいな。なんかおい急に手に入ったぞみたいな。結構長引くじゃねえかよこれ。オンライン前提もしかして。まあ可能性はある。でもソロプレイのとこにあったからな。全体的なバランスとしてどんだけあるんだよ下に。何回やるんや。何回やるんや。鉄拳かお前。いや鉄拳でも1回しかないから。
1回2回ぐらいじゃないか。こうね、これが最大。床で断ち切るってやつ、なんかショックウェーブみたいに出るんじゃん。そう、危ない。なんかスマブラのやつみたいに出てきた。あれ取れるの違うだろ。違うの？邪魔なんじゃないのあれは。なんかあいつが召喚しなかったよ。敵じゃないかあれ。ガンガンガンって壊すやつなんじゃないの？確か。スマブラみたいに。なんか出たぞほら。本当だ。なんだこれ。あ、かっこいい。相当かっこいい。すげえ。すげえ。いた、お前もなんかパープしてる。なんで？使うっきゃね。ほらほら、できてない。今使いたい放題じゃんっていうか。そう、言うてもさ、回復のチャンス。一人だとそうなっちゃうんだよ。すげえ、見て、キャンセルしちゃうよ。そういうことできんない。前回一緒じゃん。やくそうなっても。あお。めっちゃ追いかける。勝ってな。モンハンかこのゲーム、もしかして。レベル3でこれでしょ。見ました今。スーパーマジマジ何にも聞かねえんだろ。声一人でよろしくとか言ってんの。あ、なかった。え、あ、なんかこうそこガラガラって言って、ありがとうお兄ちゃんとか言われないの。言われなかった。このアイテムって使い回せんの、他のキャラクターに。アクサは使い回せるだろ。いや、じゃなくてさ、俺が装備できないアイテムもらえるじゃん。ああ、それはさ、売っ払えんじゃん。いや、売っ払えるってか、他のキャラで遊んでる時使えるのかな。どうだろう。ひどい。いいやつだぜ俺きっと。まあでもあれか。あ、なんだ。可愛いじゃん。病気扱いされちゃったけど。馬なのかそれ。馬なのかお前。これ宿屋何の意味があるの。セーブじゃねえ。外人。全員外人っぽいけど。外人ってなんだよ。そのカードかけます。
どういうこと？あるじゃないか。じゃあ本来はあれでしょ、剣と盾装備するとこじゃないの。やった。なんか良さそうな店があって。ああなるほど、このゲームは推奨レベルで、ああなるほど、があるわけね。別に装備し持っててもい、すげえ杖武器手に入っても意味ないんだ。装備できないからね。レベル6なのか。わかりません。見たわけで分かるんだろう。お前だったらどれ使いたい？あれ、なんだろう、左側か右側がっていうセットで売ってるから。あ、なんだろうな、盗賊キャラって好きだから盗賊捨てがたいけど。でも右側って多分あれだよね、なんか左がベーシックセットってかって書いてあったんだよ、うん、テクニカルっぽそうだよね。右側女の騎士って珍しいから、しかも可愛いし気になる。でも魔法使いも普通に可愛かったしな。とか回復アイテム売ってないの、ここで道具屋のくせに。ないよね。え、あった？なかったんじゃない。あ、これじゃん、バカバカバカ。いや飴ってなんだ。山ほどくよ。条約層の方が良くない？そんなんだったら。聞いてる？うん。でも結構高いよこれ。薬草2回つ、あでもさ、HP40% 回復だったらさ、確かにこれ何回も使った方が今んとこコスパいいよね。あ、てかあれに、そのなんだっけ、そんないる？絶対いらねえだそんなに。アホだなお前の使える。あ、範囲回復ってこれなんだ。ごめんね、フレンドっていうか知らない人たち、今はそんな買ってらんないんだよ。そういうことか。意味ねえじゃん。FF で俺ポーション連打してたのに、めちゃめちゃ。ポーションなんて序盤しかいらねえじゃん。うん、絶対私あんまり買わないよ。10個ぐらいあればいいかなって。ああなるほどね。結構気さくに喋れんだなお前と。遠いんだけど。遠いけど。ありました。遠いけど、そのなんか白人がなんか支配する街でそんな気軽に喋れんだなと思って。いや、ちょっと出たんだよ、だからそっから。
クエストをクリアしていかないと進まないのか。そりゃそうでしょ。ふっか、お前そこにいたのか。こんなとこに住んでんのか。あ、なんか今びっくりマーク出てたけど。でけでけ。うおお。ノイノイじゃんお前。知らなかった。じゃあ最後にオンラインで。でオンラインいるかなこれ。俺と同じぐらいのやつとマッチングしないとダメなんだけど、そして他のやつはみんなレベル50とかだった。あり得る。いいじゃん、フレンドマッチ。もう君レベル6だけど、自分より低プレイヤー。わかんねえ、このレベルが難易度レベルがよくわかんない。だね、ショック。これ来るのか。じゃあこれ、あこんなもんだね。全世界だったらもうちょっといそうだね。かなり待たないといけなさそうだね。違うゲームやるか。募集準備をしています。このゲーム売れてんのかな、出たばっかだけど。来るかな。どのぐらいで来ると思ってんの。もう来るでしょ。スプラトゥーンみたいに30秒で来ると思ったね。もう来るんじゃない。来ないだろ。そうだろ、10分待っても来ないじゃん。これあとパーティーさっき募集したらいなかったんだよ。怖えなんだこの切ないやつ。これフレンドとしかできなくない。これじゃんこのゲームって。お前と2人やるか。買ってくれるの。2000円だよ。安いね。ありがとう。安いね。検索でいねえかな、全世界の人とかで。でもさ、これさ、相手がラグいんだったらいいけど、自分の操作がラグかったら絶対やなのよ。レベル冷静に考えたらレベル5ってあんまりいねえよな。来た。終わったじゃん。さっきレベル5にしたからだろ。1から5まで。君だって6だ。お前じゃないか、そして。ほんと一緒じゃないか。お前しかいない。なんでこのバランス悪いやつは。みんなベーシックセット買った。何ベーシックセット買ってんだ。早くやろうぜ。出発だ。よかったね。みんな日本人だよ、しかも。行け行け、早く。まあ、もうよろしくお願いしますって言え。もうやったよ、さっき。お選手も。はい、こう3回。なんでこのバランス悪いの。誰がシールド張るみたいな感じ。全員シールド張って。守れるのいい。あらら。終わり？まさかの終わり？そんなバカな。ちょっと面白いだろ。シーカムラよく見たらこの島竜でできてる。はあれなんだ、この守るのところにいた人はみんな回復すんだな。まさにそういうためにこれ守ってはくれそうだけど回復もしてくれんだから。すげえあれ。もう一人中村雄一いるじゃないか。助けてやれ。何捕まってんじゃんお前。何捕まっとんねん。
天使の人何してんの？左に右にいますけど。右にの右の方に行って。ごめん。あ、あ、ノー。ノー。ソープレイになった急に。え？ちょっと待って。操作できないんだけど。あ、そうできた。ちょっとお前もしかして解散したか？あいつ。逆行ってる。逆行ってるとか思って。こいつはダメだ。そうだろう。解散されたぞ。解毒剤あるんだからダメか。山田くん、俺おにぎり欲しいんだな。あの女の子と喋んないの。だって卵だって卵。間違えたらそうだったと思う。ソロプレイ用モードに移行してくれたけど、それ難易度的にはさ、ソロプレイじゃないよね多分。だから全体的にこれ一人やってやった。ちょっと渋そうだよ。渋いっていうか硬いよね敵。うん、全体的に硬いもんね。ちょっともったいなくない？うわあ。なんか結構面白そうな設定なんだから、こんなオンラインプレイっぽい、昔のオンライン RPG みたいな仕様にしなくてもよかった気がするんだけど。いた。ほとんど MMO じゃないだって。うん、やっぱりこれオンライン前提なんかな。そんな気がするけどね。てか昔の PC オンラインみたいな感じですよ。前思ってた。メープルストーリー。行きたい、上に行きたい。行けない。ぶっ飛べ。行けない、上に行けない。何もない。あっち台車ないのかな。地味な回復。これ最後までやる？とりあえずやるよ。やるんだ。これやめれん？やめるってあんじゃん。本当に 無駄になるのか。鍵持って入ったら終わりじゃない？時間短いし。なんか何もいないでしょ。ほんとかよ。なんでそんなフラグを立てまくるんだお前は。ゴーゴー。いましたけど。あいつかよ、あの女の子。こっちが短っ。今さらだけど。なーん、二段ジャンプはないの君。吹っ飛べても吹っ飛ぶんだ。いや飛ばないよ。タックじゃなきゃ無理だよ。アンチだった。さっきとマップ同じだからさ、暇っちゃ暇だな。シーカビリッチャーからさ。何あれ、なんかゴムつぼみだった。じみじみに回復。弱え。お腹見しちゃった。服従のポーズでかい。判定が本当まだ時間ないぜ。これ
早く行けてたじゃん。行ってるよ、扉の鍵見つけたからさ。家まで行かないといけないんじゃない、まず急いでよ。盗賊キャラだと2段ジャンプできそうじゃない。遠くないかい。前回言ったよそれ。遠くないかい。毎回これすんのだるいもんって。オーガ関係はみんなこう。そうだろ。で4人プレイだとそんなに考えなくてもそんな感じになんないのかな。もっと早いのかな。薬草使えば。急いでよ。じゃん。どこ？もっと先だったじゃん。本当にあんなとこまで行けないの？これ間に合うのこれ。たまに お宝が。お宝には目がないじゃないか。急いで。お宝と経験値は目がない。必ず敵倒すじゃん。巻き割りみたい。痛い。キャうぅ。守れて死にそう。仲間がいないんだよ。かわいそうに。何これ。茨だ。何これ。いた。弱え。弱えぞこいつ。柔らかい珍しく。あーなんか出てきた。あー逆になった。マンドレイクじゃん。声聞いちゃいけないやつ。早く良くなって。俺なりませんでした。無理無理。誰か助けて。何あれ、動けないんだけど。もう硬直にかかんな。やめろそれ。勝って。これ間に合わないんじゃない俺。
すげえ便利だこれ。4人いたらめっちゃわちゃわちゃするな。本当だな、4人わちゃわちゃするな、絶対これ。へえ。なぜそんな硬い貴様。ひぃ、助け切って早く。死にそう、死んだ。何回いけんの、何回いけんのこれ。クランかい。断ち切るってさっき殺せばよかったさ、裏に行った時。後ろに攻撃できるんで、でかい。食べさせてよ、せっかくのギリ。あ、間に合うかねこれ。間に合うかねマジで。お前、中村雄一のボイスは少なくないか。だけあのボクシングフィットネスだっけ。うん、買うしかないあれ。危ない、危ねえ。あと1回と悪かった。ほんとね、危なかった。お、先進めんじゃん。急いで急いで急いで。まだあった普通に。これ間に合わないんじゃない。やったよ。おい、梅おにぎりやって。渋い渋い、行けるとこまで行っちゃえ。急いで、間に合うのか。ホームスコに入ったけど来た。これだ。いや、あ、待って、え、もったいな。30秒でさすがに取れたろ、後ろの。あんなに頑張ってお前、フェリングアックスしか手に入れと梅おにぎりしか手に入れない。梅おにぎりだけ。あんなに。でもレベル上がったからね。あんな頑張ったのに。なるほど、大体どんなゲームか分かりました。今度はオンライン中心でやりましょう。いつだよ。永遠に来なさそう、その今度。そんなことねえよ。本当？